はい、どうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回はね、はい、いやもうこれめっちゃ大きいんですけど、これはい、いや初めて僕ね、これあのヨドバシカメラさんのネットのサイトでこれ当たりましたね。当たったというか、あの買う権利を得れたので、え、購入することができました。はい、こちら2022年夢のお年玉箱、トミカプラレールの夢。今回はねちょっとこちらをねざっくりと見ていきたいと思います。いやこれ本当に初めて当たったんですよ。店頭でも今までちょっとね買うことね、今まで全くあのできてなかったですけど、ネットでね購入する権利を得たんで、こちらね今回購入しました。ね、値段はね5000円で、でヨドバシさんなんで1割ねポイントで返ってくるんで、まあ実質はね4500円ぐらいのね福袋ですよね、福箱と言っていいんでしょうか。で今回トミカプラレールの夢ね、こちらもう見事に当たりましたね。では今回ちょっとね、ま、中のおもちゃまでこう遊ぶことはできないと思うんですけど、内容の方ねちょっとドキドキしながらね見ていきたいと思います。ちょっとこれなんかね結構ね厳重な梱包されてて、ちょっと今ビリッと破っちゃいましたが、ここですね。まあこんな感じでねちょっとね今から行きたいと思いますが、まずねこれちょっと剥がしちゃいましょう。これ初お披露目ですよ。おー、あ、すげーおー、なんだこれ、虎年だから虎のイラスト描いてますけども、はい、こんな感じになっております。すごー。とりあえずこのグレーのリメイクとか出しちゃいましょうね。多分店頭ではねこの形で売られるんだと思う。よし、うわ。でまあね今回ねこの内容ですけども、一応ここのイラストこれイメージということで、これが入っているわけではないですね。正直本当ね中身開けてみないとねわかんないですよ。であのネットで多分ね、あ、領収書貼ってたあの情報とかねリークされてるとは思うんですけど、今回はねちょっと僕もそれは一切こう見ずに、まあ、楽しみにしてたんでね開けていこうかなと思います。多分一種類だけじゃないと思うんですよ。ワンパターンだけじゃなくていろんなパターンで入ってると思うんで、さあ開けていきますか。まあ、とりあえず多分5000円以上はね絶対入ってると思うんですけどね。あのレールとか出たらちょっとうちの息子がめっちゃ欲しがってるんであげようかなと思います。まあ、トミカ関係が強かったらね近所の子にあげようかなそんなこと言ったらねあれなんですけど、いやーではドキドキしながらちょっとね行きたいと思います。ていうかもう本当にめっちゃ箱大きいんですよこれ。びっくりするわ、大きい。いやー嬉しいですね、このワクワク感がね。多分持ってるものばっかりだと思うんですけどね行きましょう。おー緊張しますね。 あと一応あの計算してどれぐらいお得になったのかとかもねちょっとね見ていきたいと思いますが、絶対こう福袋系っていうのはお得なはずなんで、あ、ちょっと見えてる、これ見えます？ N700S かな、これなんだろう、 S じゃないね、普通の700系ですかね。ちょっと見えたんですけど、いきますか。なんだ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 、何が入ってる、あ、なんか、え、日のデュトロとかなんか書いてるわここ。え、何入ってるのこれ、すげえ気になるんですけど、いきます。でーでーでーとー、おー、あ、すげえな、あー、こうなってるかこれ、え、これよしよしよし、行きましょう。っていうかまず電池ね、これありがたいですよね。このほら単三電池単四電池かね、これ4本ずつ入ってる。これあのヨドバシカメラさんのオリジナルのブランドの分ですね。ちょっと後でね値段調べて出したいと思います。こちらに2組とりあえず入っておりました。すごい電池入りね、ありがたい、すぐ遊べる。でこれ面白いね、面白いって言ったらあれなんですけど、マスクもある、すごい。なんかね、これ一応布製のマスクになるんですかね。でもちょっと若干売れ残り感がすごいんですけどなんか海外製の謎のマスクね入ってました。まあでも使えないことないと思うんで、はい、まあコロナ禍ならではのね袋です。でね、こうトミカギフトも入ってるのちょっと面白かったんですけどね。はい、こちらプラレールの S の01番ですね、ライド付き700系新幹線、はい、こちら入っておりましたね。まあこれはもう見事に僕持っているものなんですけども、まあ、700系のライド付きとね、福袋感がすごいなこれ。おー、てかもう後ろにでっかいの見えてんでねで、はい、トミカ、多分これ今回これ唯一のトミカなのかな。でもね、なんだかんだで嬉しいですよね。緊急セット5です、トミカギフトのね、こちらも入っておりました。一応セット内容的にはこちらがね、日野デュトロのクレーン付きトラックに、でこれがレガシーのパトロールカーでしょ、でこれウォーターカッター車で、あとハイメディック救急車ですね。なんか絶妙なトミカギフトがね入っておりました。これいくらぐらいにするんじゃね、今だね1500円かな、そんなもんかな。いやいや、でもいいと思いますよ、これはね。で、多分ね、こいつがメインですね。いやー、これ、嬉しいよ。嬉しいけどね、2個はいらないな。僕はね、2個はいらない。あ、っていうか、まだ下になんかあるな、これ。おお、いや、ちょっと待って。あ、そっか、こんなに箱が大きいわけない。ちょっと待ってよ。
はい、こちら大型商品ね。はい、ビットして号変形ドデカ新幹線のぞみね。こちらちょっと僕以前に紹介した動画出しておきますけども、はい、これバカッとこう開くね、こうのぞみですよ。これがね入っておりました。これいくらぐらいしたっけな、結構しますよね。うん、あとで値段出そうね。すごい。でこれ入ってると思わなかったね。これすげえ、これすごいお得感やばいじゃない。これ5000円でこれ入ってんのマジでこれなんか結構ね、今年のあれなんですよ、クリスマスプレゼントで結構ね売れたやつらしいです。これそれが入ってるまんま、すごい。で終わりかな。とりあえず箱でかいね、どけよ。はいこれお得感満載でしょ。これ入ってると思わなかったですね。イラストてかこの通りじゃないのよく見たらこの通りじゃんね。イメージでも何でもなかったはい、こちら最後にねこう出てきたのがもうおなじみのね、こちら、はい、ぐるっと変形デラックスポリスステーションですね。こちらもねちょっと以前にね紹介をさせていただいてるんですが、いやなかなかのもう人気商品がねちょっと出てきてくれたんで、あこれは嬉しい。ただやっぱ福袋なんで僕は持ってってね、これちょっとなんか誰かにプレゼントしようかなと思いますあーすごいな。レールちょっと入ってなかったのは残念かな、個人的には。はい、こんな感じでねちょっと全てね出し終わりましたが、いやもうなかなかの内容です。でねちょっとね今現在のヨドバシカメラさんのねちょっとそれぞれのね価格をちょっとね調べたんで発表して、でどれぐらい得したかちょっとね見ていきましょう。まずはいこちら一番大きいの、これがねヨドバシカメラさんで買うと5570円なんですよ。まあポイント1割つくんで、まあ、5000円ちょっとなんですけども、もうここの時点で今回の福袋のこれもう元取れちゃってるわけですよね。これもうここで OK、 これだけで元は OK なんですよ。で次にこれね、ドデカ新幹線のぞみ、これがね5740円なので、もうこの2つでヨドバシで買うと1万円しちゃいます。まあ、なのでもうここでもう5000円ぐらいお得してます。5000円ぐらいね、すごいなこれね僕ね調べてて結構テンション上がりましたね。でこのトミカギフト、こちらが今のところ1340円ですね。まあまあまあこれはまあね、まあそんなもんなのかなと。で続いてこのプラレールね、ライト付きの700系新幹線が1690円になります。これもでもほんとねドデカ新幹線とこう遊べるからね、さらにここにちょっとレールセットとかあったらもう最強でしたよね。ちょっとレイアウト組むのにね、ジャッカセット買わないといけないんで。で続いてこのマスク、ちょっとね見にくいかもしれませんけど、ヨドバシさんのねサイトで調べたら980円でした。意外と結構するやつなんですよこれがね。評価とかちょっと見てないんですけども、まあそこそこする布製のマスクですね。これなんて書いてあるかわかんないですけど、はいちょっと調べてもし使えそうなら使おうかなと思います。あと電池ですね、電池が単4単3それぞれ305円だったんで合計で610円でしたね。でも本当こういったものをこうちゃんとねつけてくれるっていうね配慮が嬉しいですね。もうすぐ遊べるんでね、こう届いたらね。まあ、ということでね全てのね値段をちょっと見ましたが、合計金額はですね、はい計算したところね、ちょっとねポイントはねもうちょっとね今考えないようにして、合計金額がね 15,930 円になります。これの全部の金額ね。で今回のねこのね福袋の価格は5000円なんで、まあもう 19,30 円分もうお得に入ってたというね、もうほんと単純計算なんですが、いやもうこれ全部持ってなかったらなんかすごいテンション上がる価格でね手に入るね福袋じゃないのかなと思いますね。いいものばっかりですもんね。謎なのがもうほんとマスクぐらいで、まあこれね今の時代に合わせてのものだと思うんですけども、それ以外いらないものが基本ないと思うんで、いやもうほんと夢のお年玉箱にふさわしいね福袋になっておりました。いや今回ねもうほんと僕ねこれね購入する権利が与えられてね、まあ僕はちょっとねでも皆さんご存じのようにもう全てまあ持っているんですけども、まあ今回ね当たって購入することができてよかったと思いますんで、ちょっとね周りのね子供たちをこうちょっとねこれ喜ばせてあげたいと思います。でねこのねお年玉箱、多分ね近所にねヨドバシさんがある方は当日販売もあると思います。まあ言ってもね毎年なんですけど、僕一応ちらっとねまあ見に行ったりもするんですけど、もう列がすごいんでね、とにかくプラレールもね結構そこそこすぐに売り切れちゃったりするんで、もし中身多分ほとんどこれだと思うんですけど、まあ気になる方はヨドバシカメラさんの店頭ねちょっとね並んでみてください。でも寒いんでねあんま並ばない方がいいのかな、まあ難しいところなんですけど。であとね夕方ぐらいに行ったらたまにこう補充されてるっていう噂も聞いたことがあるので、そ
そういったタイミングをちょっと狙ってみるのもありかもしれませんね。まあもし気になった方はぜひちょっとねヨドバシカメラさんでね、来年の年始ねちょっとね探してみてください。いやでもとにかくね、まあ、本当今回当たったんでね運が良かったんでまたね来年もねちょっと当たるのね願っております。まあということで、はい、今回ねこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録コメント評価どんどんお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近でご覧のこちらの投稿でねそちら限定のね投稿も配信してるんでぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回はね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではごきげんよう、さよなら、バイバイ。